はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、まあもうご存知、プレゼント企画中の源田モデルと、僕が以前、翔平さんにあげたこちらのハイボールを、ちょっと見てくださいよ、これ。一緒じゃねっていう見た目。でも、ウリ二つなんですよ。なので、これらの違い、まあ源田モデルと、他メーカーの源田モデルっぽいグローブの比較をちょっとしていこうかなと。まあ、結構禁断ではあるんですけど、なのでちょっとまずは源田モデルも皆さん知ってると思うんですけれども、どういうグローブかちょっと説明していきます。はい、大きさがサイズ4、ポケットがかなり広いのが、特徴となっているグローブです。で、まあ、これはモンタナさんで片付け、走るおうちゃんでるウィズボリスポのボリスポさんが片付けしてくれたんですけれども、少しは柔らかい状態にはなっているんですけれども、ミットの時も言ったんですけれども、 Z さんの特徴って皮薄めなんですよ。ただグリスとかもしっかりと入ってるし、逆に芯が硬いので結構硬い状態で、最初初期の状態はかなり硬いかなと、言ったようなグローブになります。黄色いグローブ、イエローですね。黒い紐が入っていて、バスケットウェブにエッジがついている、だからここの屈曲がしやすいというグローブになります。安定の源田選手モデル、といったような感じで、ここはやっぱポケットが広い分、とてもかなり広いグローブになっています。そうですね、まあ、正直言うと源田選手モデルも皆さん特徴とかも全部知ってると思うので、こっちはひとまず、それぐらいにしておいて、これですよ。これほぼ源田選手モデル、ハイゴールドももどきって言っていいんじゃねえかっていうようなグローブです。こちらはベースマンで、この飯田橋店かな、僕が、買って湯もみをしたグローブなんですけれども、なんで湯もみしてるのでもうすごい柔らかいですっていう、すごい柔らかいグローブで、これもポケットめっちゃ広いんですよ。とてもめっちゃ広いっていうのがあります。ただどうかな、肩の付け方にもよるかもしれないんですけれども、若干源田選手モデルの方が広めには感じるかなっていったような感じです。で、大きさもほぼ一緒です。まあ違いが何かなっていうと、革質はまずやっぱりさすがにプロステータスの方がいいです。それはさすがに。こっちだと若干もちっとしたような革をしていて、ポケット部もプロステータスよりかはちょっと分厚めかなといったような感じなんですけど、なんだろうな、これグリスが結構入ってるのかなっていうような分厚さのイメージがありますね。まあ革自体の弾力、クッションだったりとかっていうのもあるはあるんですけれども、グリスの大量に入ってるのかなっていったようなもちっと感もあります。で、カラーリングはもう全部一緒です。これでウェブも一緒ですね。ただ何が違うって、 Z さんの方がクロスになってて、こっちは普通に巻かれているっていう、エッジの先のウェブの部分ですね、ちょっと違うかなといったようなところが、まあ違いとして出てくるのはそのぐらいなのかなといったような感じです。で、どっちもね、親指にラベルがついてますし、あとここですね、親指の指掛けが、これだと1、2、そして3本、こちらの源田選手モデルだと2本だけなんですよね。ここも違いは出てきましたね。なので見てわかる違いって、まあ外見パッと見で違いはウェブの先の紐の通し方と、まあ親指の指掛けの本数ぐらいかなと。まああとはもう本当に革質ですよね。革質の違いは、まあ、出てくるのかなと、分厚さの違いとか。まあそれはちょっと、もちろんメーカーごとの違いになってくるので出てくることは仕方ないんですけれども、それ以外はほぼほぼ一緒です。まあなのでこれ確かに2万してないかな、2万してなくて、やっぱ源田選手モデルプロステータスなのでちょっと高めではあるじゃないですか、普通に買ったら。なので、まあ、そういったところを源田選手モデルの大きさのグローブ使いたいなと言ったら、類似商品でも全然いいなっていうのは思いますね。まあちょっと革の特徴とかっていうの違いはあるんですけれども、その大きさ深さ、グローブの型に関することだったらほぼほぼ一緒なんでいいんじゃないかなと思います。で、あと、まあ、ちょっと源田モデル類似とかっていう関係ではないんですけれども、このハイゴールドの革に正直言うと湯もみはあんまり向いてないなっていうのは感じましたね。その Z の、グローブも、まあ、正直言ったら湯もみ向いてるメーカーではないんですけれども、まだまあプロステータスはまだいいかなと思ったんですけども、こちらのハイゴールドのグローブはあんまり湯もみには適してないので、店頭で片付けしてくださいって言って、まあ、湯もみ希望されますかとか、スチーム希望されますかとかって多分あると思うんですけども、確実にスチームの方がいいです。ちょっと、まあ、キシキシするというか、なんか柔らかくなったりとか、型をつけるっていうのにはいいんですけれども、革に対しての向き不向きっていうのが、もちろん湯もみだったり水もみだったりって水つけるものなので、結構向き不向きがあるので、これなんかもう結構キュッキュしちゃう、湯もみした後に。
乾燥させた後にキュッキュしちゃうので、まああんまり向いているようなイメージの革質ではないかなというふうには感じましたね。基本的にヨモギが向いてるメーカーってスラッカーさんだったり、クボタスラッカーですね、クボタスラッカーだったり、まああとはテラダレザーを使っているとか、ジテンレザーを使っているような、まあアトムズグループさん、だったりっていうのはその革のなめしの段階とかの関係で向いてるような革ではあるんですけれども、まあ基本的に向いてないって言ったら水野さん、畠山さんとかはあまり向いてないのかなというのはあるので、まあ湯もみをするメーカーしないメーカー、っていうのも結構、分かれてくるのかなとは思います。で、僕動画で出したことないんですけれども、スラッカー版の源田選手モデルレイジグローブもちょっと持っていて、でそれに関しても、ほぼ大きさ一緒なんですよ。型もほぼ一緒で、でまあスラッカーさんの特徴は、まあ、かなり柔らかく使うっていうのが特徴なので、そちらも自分で買って自分で湯もみしたんですけれども、まあ源田選手です。なのでレイジ商品結構いいです。本当にいいです。多分スラッカーさんの方が若干 Z さんよりかは安いかなっていうのもあるので、そういったところで、まあ革質にこだわる方がいればそれはもちろん源田選手モデル Z で買うべきだなとは、思うんですけれども、その大きさとか、っていう部分になったら、まあスラッカーさんもあるしハイゴールドさんもあるし、確か玉沢さんにも似たようなのがあったはずなので、まあそういったところで、まあ源田選手モデル出回っちゃってるのでかぶりたくないよとかっていうのであれば全然いいのかなと思います。はい、というわけで、本日は源田選手モデルと源田選手類似してるのかな、ドッペルゲンガーの、グローブの比較を行ってまいりました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。